教えて解説マン。解説マン犬塚さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日の話題何でしょう。はい、今日は身元保証って何ですね。はい、向山さんは入社の際、はい、親戚などに身元保証人にはなってもらいましたか。あ、はい、お願いしました。でも実際どんなことを保証してもらうんだろうって疑問に思ってました。そうですよね。そもそもですね、身元保証というのは何かと言いますと、はい、企業がですね、社員を採用する際に、まあ、その社員がですね、会社に与えてしまった損害を身元保証人にですね、はい、まあ、保証してもらうための契約なんですね。例えばですね、はい、お金を借りるときにですね、はい、お金を返してもらえなくなった場合に備えて、はい、保証人をつけるということがあると思うんですけど、ありますよね、基本的な考え方としては一緒ですね。知らなかったです。なんとなく、あれかな、緊急連絡先の一つからなんて思ってたりもしたんですけれども、でも、はい、こう連帯保証人の場合はこう借金の額がなんとなく分かるんですけれども、こう先ほどの身元保証は会社に与える損害というのは一体いくらになるのか分かりませんよね。そうですよね。そこでですね、まあ、去年のですね、まあ、4月に民法改正がありまして、はい、身元保証契約のですね、その損害賠償の上限極度額というんですけど、これを記載しないとですね、契約が無効になってしまうというような改正がありました。はい、上限額ですので企業としては高ければ高いほど安心できるということなんですが、あんまり高いとですね、身元保証人になってくれる人いないという問題もありますし、本当に高い上限額を設定してしまうとですね、公序良俗に違反するということで身元保証がですね、無効になってしまうという問題もあるんですね。はい、企業のポイントとしましては、その採用しようとする社員がですね、行う業務によってですね、将来的にどのような損害が発生するのかまず予測をするということが大切になりますよね。その損害をもとに上限を設定すると。またですね、その身元保証人に対してはその上限額の根拠、うん、どうしてこんな金額になったのかということをしっかりと説明できるようにしておくことが大切です。ありました。これちなみに期限っていうのはあるんですか。はい、期限はですね、定めがなければ3年なんですね。3年を超えるものを定めたとしても5年までということになっています。ただ、まあ、更新はできるということになってますね。一つ聞きたいんですけれども、でもそれで身元保証人の方をお願いしてくださいと、うん、どうしても見つからない人もいると思うんですけど、そうしたらどうしたらいいですかね。はい、そもそも身元保証人という制度はですね、これ法律上の義務ではありませんので、そうですか、社員にですね、身元保証の書類をですね、強制的に出させるということはできません。うん、ただですね、身元保証にはですね、まあ実際にですね、保証人に請求をしないというようなことも実態としてあったりはするんですよね。身元保証と言いましてもメリットはありまして、はいはい、会社側からするとですね、まあ、どういった人なのかというのをですね、まあ、その社員の適性を確認するための、まあ、資料になったりする。なるほど。かたやですね、社員にとってはですね、まあ、親族に迷惑かけるということはまずいということで気を引き締めて仕事をするということが あるんですよね。うん、ですから、まあ、身元保証と言いましても、まあ、そういったメリットもありますので、しっかりとですね、まあ、運用していただいてトラブルのないようにやっていただければなと思いますね。はい、以上、犬塚さんでした。